ご存知でしょうか。 ST48 の七並べ。じゃあ海国アナ ST48 の七並べ、あの初期の頃に撮影したということで、今日は ST48 の七並べのガチャを引いていきたいと思います。今ただいまあるガチャの数がですね、25万5248となっておりますので、何回、あの1回がね2000コインなんですよ。はい、でもあのこれ引くガチャはあの知ってるメンバーしか、まあ、出てこないということで。そうなんですか、すごい、これ半年ぐらいもうガチャ引いてない。あの貯める、あ、1回のガチャが4000なので、はい、それでは引いていきたいと思います。今年の今回のあのガチャで出てくるあのカードがですね、あの注目カードがたくさんあるんですけど、和服メイドということで、あのすごいST のメンバー可愛くて需要があるあれですね。それでは、10連ガチャを引いていきたいと思います。それでは引いていきます。誰が出るでしょうか、まあ、自分が出るかはもうわからないんですけど、自分が出るかわからないのでね、さてどうなるかということですが、それではいきたいと思います。早速 ST48 のガチャガチャ配信1回目を引きます。よーい、アクション。はい、ではあのこちら見ていただいた通り、ノーマルカードと金のカードと、あとはいつもはあのもっとあれがあるんですけど、あの今日まあスペシャルカードは出ない、シークレットカードは出なさそうですけど、はい、やってみます。1個ずつ引いた方がいいかな。こういうのって皆さんノーマルから引きますか、ま、ノーマルから引いてみたいと思います。ではノーマルを引きます。中広弥生ちゃん、なおちゃん、うわー、え、急にシークレット来ました。川端アンピー、今回ゲットしたシークレットはアンピーのシークレットです。嬉しい、かわいい、かわいい、2期生の美人、ビジュアルかわいいですね、代表です、素敵。それでは次のもう続いてのガチャに行きたいと思います。はい、続いてのラインナップはこちらになっております。ノーマルが7枚ですね。ではノーマルから引いていきましょう。はい、ただいま2期生1期生いろんなメンバーが出てきましたけど、あ、マリナも出るんじゃん。ゴールドを引いていきます。もうこれはいたって普通のね、なんか急に突然シークレットが出るわけでもなかったですね。はい、あ、すごい成長してる。はい、今回和服メイドはみーちゃんの和服メイドが出てきましたね。では続いてのガチャです、いきたいと思います。続いてはこちらです。はい、またもや、まあ、ノーマルが多いんですけど。じゃあ先にゴールドから。え、なんか、さっき歯磨きしたんで歯磨き粉がついてました。舐めたら桃の味。では、ゴールドを引きたいと思います。ゴールドです。みちゅと、今泉みりあちゃんですね。この二人めちゃくちゃ似てませんか？昔から思ってたんですけど、この遠目から見る感じ、これどっちもみちゅんに見えて、今画面で見えてる画質がねすごい荒くて、今のところ自分が一回も出てないですね。
おお、またもやみーちゃんの和服メイドが出ました。いや、こういうのってよくあるジンクスで、なんか推しメンに設定してたら自分が出ないみたいな、ま、こと言うじゃないですか。はい、それでは引いていきたいと思います。これなんか交換とかできたらいいのにね。では引きます。金色から、おお、自分が出たかと思ったら2期生の清水さらちゃんでした。引いていきたいと思います。あー、あんまり、でも和服メイドひなちゃんが出ました。かわいい。自分が出たかと思ったら清水さらちゃんでした。え、これあるあるですか？髪の毛短いあるある、 ST48 の。はい、では自分がまだ出てないということで、続いてのカードに引きたいと思います。あ、次は必ずシークレットカードが出るかもしれん。来ました、2枚シークレットカードが。いいですか、いきたいと思います。じゃあまずノーマルから。ありちゃん、みゆみゆ、みーちゃん、ちほ、ゆりにゃ、みほりん、ほのたん、そしてマイキュー。かわいい。では誰が出るでしょうか。自分来い。なんか自分のやつが見てみたさある。はい、いきたいと思います。せーの、ちょっと私目つぶってろ。せーの、誰ハルセーカリンだ、かわいい。ではもう一個来てみます。せーの、ジョン。誰かわいい。どちらとも2期生が出ました。ミリアちゃん。そして、セーカリン。かわいい。で、マイキューのね、やつが出ました。かわいい。ミリタンとマイキューと和服メイドはさやかりんが出ました。あ、これでシークレット確定のやつまで、ああのさっきシークレット2個出た後はこんな感じの並びになるんですね。はい、あの、あ、こんな感じなんだ。もうすぐ全部ノーマル、まあ、そうか。では行きたいと思います。下から、じゃ真ん中の列から。急にシークレット出てくんかな。あなちゃん出てきた。こんな感じか。こんな感じですね。おおと思ったら次はこんな、いや高低差。はい、ではテンションが高低差についていけないところで次です。シークレットとかこういうの最後に残しちゃいますよね。お、さやかりん、さやかりん、うん、めっちゃあるんですけど。え、なんかある。おお、葵ちゃんだ。進出葵ちゃんです。私もこのメイド服を着てるので親近感湧く。なんか、あ、皮が、うん、どうだ、じゃん、葵ちゃんの進出服。私はこの和服の服を着たので親近感湧きます。またもやサーカリンが出てきましたね。嬉しい。サーカリン休業から復活してくれてもう何より嬉しい。お帰りって感じ。ではまだまだどんどん引いていきたいと思います。時間もないのでね。あ、今回の運はいいですね、きっと。それではまずノーマルを引いてみて、あ、葵ちゃんが出ました。そして金、みちゅ、中広やゆうちゃん、マイキュー、葵ちゃん、そしてマイキューのシークレットが出ました。マイキューのシークレットが出ました。これはスクショしてマイキューに連絡しよう。はい、マイキューのシークレットが出ました。そしてどん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 じゃんじゃん引きたいと思います。腕がつりそう。私のこういうデザインか。
はい、引いていきたいと思います。あ、いや、あの1枚目の自分が出てきました。それではゴールドを引きます。じゃん、お、くどり子。そしてまたもやアーピー。え、これ同じシークレットが出ることですか、ありますか。じゃあアンピーが出ました。嬉しい、かわいい。それでは次いきたいと思います。じゃんじゃんいきますね。今ダイヤのかけらが47個あるので、これってかぶるの、あ、時間空けてやった方がとかいいんですかね。一気にやっても一緒、まだ自分があんまり出てこないですが、あ、これは打つミリネちゃんのワークメイドが出ました。こちらかわいい。この和服メイド着るのに結構ね30分ぐらいかけて服を着るんですけど、脱ぐときはもうね10秒で脱げる。ではノーマルから引いていきたいと思います。じゃん、あー、ノーマルはいつものメンバー、さこちゃん、みゆみゆ、そらは、そしてシークレットはあおいちゃんです。これ同じのばっかり、でもまあまあでも普通に同じのばっかり出るっていうの嬉しいかもしれない。でもこれはなんかファンの方はなんか念とか送るんですか、こう誰々出ろみたいな感じで、なんかこうお願い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 みたいな感じで願った後に押す感じですか。はい、じゃあ、あのノーマルから引いていきたいと思います。そしてキラキラミリアちゃん、アリちゃん、そしてミーチュー。え、かわいい、ミーチューが出ました。かわいい、こちら紫っぽく、紫いいですね、似合いますね。こうメンバーがそれぞれなんかあの、あ、選べたりするんですよ、生写真の時に。あの、なんて言うんですか、今回の衣装はこの中から選んでくださいっていう感じで選んでいくんですけど、なんか私はなんかまあ大体、まあ、赤色系か、逆になんかいつも赤じゃけ今日は青にしてみようとか、いや、なんか全部確実に選べるわけじゃないんですけど、時々選べるんですよね、取る順番が早かったりしたら、メンバーの重複を防ぐために。で、逆に青にしてみようかなとか考えたり。で、私はもうどうしても決められないので、決められないっていう時はもう準備してくださいってお願いして、あの、私じゃ選べんのでって言ったりするんですよね。何色を着てほしいですか、私。何色コンセプト、まあ、大体なんかメンバーから人気ないよう、人気なさそうとか、メンバーが選ばなさそうなやつから着てるんですけどね。暖色系、赤、緑、ピンク、白、ピンク、ピンク、赤、黄色、黄色、ピンク、ピンク、ピンク、黄色、青、紫、黄色、赤、オレンジ、黄色、ピンク、ピンク、紫。でもなんかピンクとか赤とか多いですね、願ってるの。じゃんじゃん行かないともう時間もなくなるので、ちょっと ガチャ止まってましたね、いつの間にか。では、シークレットが1枚出てきました。周りは金ですね、誰が出るでしょうか。おー、サラピー出ました。あ、これなんか一押しガチャみたいなのなかったでしたっけ。サラピー、かわいい、顔面強いですよね。なんかどっかで見たことあるような顔だけど見たことない顔。え、これはみんなが欲しいやつ。なあちゃん連絡しよう。なんか前もなあちゃん引いた時にすぐ連絡した気がするんですよね。
シークレットじゃなくてなーちゃんが出ました。それではノーマルから引いていきたいと思います。おパセ、あ、ほのたん出ました。ほのたんは赤、ま、赤っぽい。ほのたん聞きそう。私のやつなんかまだ1枚しか出てないんですけど、まあそういうもんですよねと思って引いていきたいと思います。じゃんじゃんいきましょう。いいですね、金。お、マリナかわいい。そしてアイコジきたー、かわいい。アイコジかわいい。え、2期生の中でも結構大人メンバーなんですけど、あの本当にいつもお世話になってる。変なんか私の対応してくれてありがとうって感じ。しなあちゃんに連絡するしてみよう。なあちゃんに連絡してみました。では引いていきたいと思います。また次はこのようなラインナップになっております。あ、このこれの運って、あ、自分が出ました。今昔の自分、ね、このガチャのあの写真結構ねモチベーションだったりするんですよ。お、みちゅ、りこち、みにあちゃんが出ましたね。これ自分が出るまで終われませんって感じですか、これ。では来ていただきます。はい、今ただいまノーマルでございます。お、やぶしてきた。じゃーん、かわいい。なんか子供みたい。小揺れはマイカーラインに即連絡ですね。それでは次です。次はこちらです。あと10分やばいですね、急がねば。あー、これはなんかノーマルくじって感じですね。いや、どんどん引きたいと思います。まだまだありますね。めちゃくちゃ引きますよ。めちゃくちゃ引いていきたいと思います。お、さやかりん来た。また来た、さやかりん。え、もうこれスタメンじゃないですか、なんか毎回のように。え、かわいい。なんか2期生ちゃんってなんかあの1期生のなんか初期と比べたら、うわっ、ひなが出ました。かわいい。なんか2期生のあの前髪がめっちゃ作り方上手。ひなちゃんが出ました。嬉しい。それでは続いてジャンジャンいきたいと思います。続いてです。続いてはこちら。はい、全部ノーマルですね。ありがち。おおおお、ふいの、ふいのシークレット、吉崎りんこちゃんとまひちゃんですね。かわいい。不意に出てきてくれるとめっちゃ嬉しいですね。なんかどうなんですか、このメンバーのこの服見たいとか。あ、来た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 、シークレット来ました、シークレット来ました。誰だ、アイカジーサラピー。いや、これもうき、もう一回出てきたんですよ。ニューが欲しい。うおお、これだんだんなんか運が上がってる。お、やぶした、前向き。ほのたん、おいちゃん、なんかさっきと呼ぶして、あ、画角が違うか。星4とね、だんだん一期生攻めが来ましたよ。これどういう、もうただの機械で運だ、運でしかないよね。おまたなーちゃん来た。あ、空花来た。初空花、空花 YouTube ぜひ見てください皆さん。それでは次ですね、行きたいと思います。おーおーおー、2個来た。タマピオ来ました。え、これタマピオ推しはもう嫉妬案件ですね。ミオリン来ました。ひなちゃんとみゆみゆが来ました。これタマピオ推しの人はもう黙って見てられないやつですね。いや、もうこれなんかあんまりなんか出ないですね。私自分推しメン出ないジンクス
はい、中平弥生ちゃんが出ました。はい、ということで、じゃあもうあのこれなんか推しメンにしてると出ない、一押しにしてると出ないんじゃないか説出てきたので、ちょっと一押しを変えてみたいと思います。一押しを自分じゃない人にしてやってみました。ではこのノーマルです。はい、これで急に自分が出始めたら面白いですけどね。今は全く出てないです、自分が。川端優奈ちゃんが出てきました。かわいい、同い年です。それでは聞いていきたいと思います。じゃん、誰推し、あのなーちゃん推しにしました。はい、またもや出ないですね。これ1枚も、あ、もうあのシークレットはもう1枚も出てないですね。既存のカードあったんですけど、あ、これが私かもしれないですね。あ、自分の読んでた。さて誰だ。お、え、誰、マイハは？かわいい、え、かわいい、お嬢様、めっちゃなんか一瞬誰ってなりますね。これこのガチャから運命感じて推しになるとかありそう。あや、レイカちゃんかわいい、かわいい。あのまだシークレットの自分は出てないですね。4まで出たんですけど、もうすぐ出そうですか。はい、では行きたいと思います。果たして自分以外を推しにしたら自分が出るのか。ゆなゆな、さこちゃんかわいい。最年少ですか、今の STU で。みゆみゆですね、かわいい。ではもう一度弾いてみたいと思います。じゃん、あ、これ、あ、これあの全部ノーマルなやつじゃん。あ、みんな一押しガチャまで待つんですね。弾いていきたいと思います。このコイン結構ずっと使ってなかったのであるだけでですからね。あー、これも、特にあれですね、あのノーコメントで。おー、シークレット来た。これテンション上がるね。あー、ほのった、かわいいからいいんですけどね。このカード誰が出てもかわいい系、なんかあの、ま、満たされるけど、まあ自分が出てきてくれたらなんかまあ面白いですよねって感じ。え、え、もう、あ、もうこれ出ないかな、時間内に終わる、これ結局自分出ずに終わるパターンじゃない。あー、かわいいからいいんだけどね。チェンジ行きましょう、チェンジ行きましょう、もう時間がない、時間がない。え、かわいい、みんなかわいい。あ、ソラハだ。私もなんか髪伸びたらなんかファンの方にあの三つ編み姿を自分の見てもらいたいんですよね。さて、あー、アイコジかわいい。シークレットが出るとね、一個も出ませんね。私がちょっと焦って引いてますよ、もう。あー、どうですか、もうこれあと10回です。お、10回のうちに出るでしょうか。じゃん、あかりん、あかりん、この服めっちゃ気に入ってたの見ました。はい、では引いてるんですけどね。あ、シークレット1個ありますね。誰だ、ありちゃん。え、あ、ニューだ、さっき引いた気がしたのに。セリア引いてますよ、どんどん引いてますよ。あー、あ、でもオキポの和服メイド来た。オキちゃん、髪が長いオキちゃんですね。じゃん、
どんどん引いていきたいと思います。全然出ないですね。あ、びっくりした。自分だと思ったら清水さらちゃんでした。やばい、これ配信間に合わないかもしれないですね。壇上今日読めなかったら申し訳ないな。明日の夜に。ではどんどん引いていきたいと思います。あ、千穂、あと1分。これ自分出ないですね。壇上読みたいと思います。はい、13位、コウマさん、12位スエンさん、11位メガネおばちゃんさん、10位ケブピー H さん、9位ハイケイさん、8位ラインさん、7位ヨウさん、6位マサシマルさん、5位イヤシケイさん、4位タクトさん、3位海水ののりさん、2位ステックさん、1位はナッシーさんです。ありがとうございます。ということで、依然今まだ私のカードは出てないですね。て一回も配信で出なかったんですけど、開国アをぜひ覚えて帰ってください。皆さん、ぜひよかったらフォローよろしくお願いします。今日は ST48 の7並べガチャを引く